ローチケチャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、宮田聡です。田中です。私宮田聡なんですけども、8月の28日にニューミニアルバムスタンドがリリースになりました。ありがとうございます。そのミニアルバムスタンドの中に収録しているウェインフォールという第一歩のバラードがあるんですけども、まあ、そこで、約5年ぶりに、はい、多田和也君と一緒にですね、曲をやらせていただきまして、とってもポジティブな作品になりました、皆さんにとってこうなんか元気の出るような、こう一歩踏み出せる、なんか悩んでる時一歩踏み出せるようなね、そのポジティブなものなんですけども、ね、まあ、和也とも久々にレコーディングをさせてもらいまして、はい、まあ、ブリーズというね、2人組をやらせていただいたときは、なんかそれが日常当たり前のことだったんですけど、5年ぶりになるとちょっと緊張感とか出てきて、まあ、それもなんかいい感じで楽しめた。なんかよりこう、その逆に特にそのいい緊張感がこう、乗っかってこう、良くなったなって思いました。ちょっとなんか ぬるい感じっていうか、いい緊張感を持ってしながら、はい、新鮮な感じでちょっと、はい、まあ、ブリーズって2人組で、ね、応援してくださってた皆様からするとちょっぴりこう大人な2人を見せたのかなと思う。ぜひまだ聴いてない方は配信もしておりますので、はい、聴いていただけたらと思います。そしてそのスタンドを引き下げた全国ツアーが開催決定しておりまして、12月の20日福岡を限りに、関西はですね、12月の30日、梅田のバナナホールというところで、和也のスペシャルゲストで来てくれます。お邪魔します。はい、ぜひ、関西の皆様遊びに来ていただけたらと思います。お待ちしております。待っててー。